どうも、嵐666です。今日の天気はあいにくの雨です。ですが午後から雨が上がるようなので、まずは屋内作業からしたいと思います。このアイアンの課題がずっと使わずに放置されていたので、今日はこれを使って隠れ家のカウンターチェアを作ってみたいと思います。この丸板だいぶ前に買ったんですが、何に使おうかと思ったのか全然記憶にないので、これを使っちゃいます。チェーンソーで表面にダメージ加工をつけます。ちょっと薄めのオイルステンを塗って完成です。さあ雨も早めに上がったので、今掘ってる外階段にこの瓦チップを引いてみたいと思います。これは13キロの10袋を購入しました。まだちょっと足りるかどうかわかんないんですが、とりあえずあるだけ引いてみたいと思います。このチップ瓦を粉砕したもので、1袋700、800円で結構コスパにも優れてると思います。このチップ1袋で階段2段分が埋まるとありがたいんですが、階段の横幅もいろいろなので2段から3段ぐらい埋まると階段の3分の2ぐらいまではカバーできると思います。2段目は横幅がかなり広いので1袋半ぐらい使いそうです。ちょっと前半の椅子作りでもうすでに足腰に来てます。
雨上がりで階段に少し水が溜まっているようなとこもあるんですが、これだと吸収してくれますね。さあ10袋引き終わりました。予想通り階段3分の2まではクリアできました。また後日瓦チップを購入して引き直します。やはり階段にすると折りやすいですね。残り15段、瓦チップはあと7、8袋あれば大丈夫ですかね。そろそろお腹も空いたので昼食タイムにします。今日は豚キムチ焼きうどんを作ってみます。豚肉の次はもやしです。次はうどんを投入です。最後にキムチを混ぜたら完成です。完成しました。食後のコーヒータイムです。
さあいかがだったでしょう。今回はここまでですが、また次も楽しみにしていただければ幸いです。グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では。